こんなところでごめんね、茨城。石を撫でると幸せになります。さあさあお立ち会い、御用とお急ぎでなかったらゆっくりと聞いておいで。遠出山越え笠の内、聞かざる時には物の出方善悪愛路がとんとわからない。山寺の鐘がゴーンゴーンとなると、誰もどうしきたって鐘に種目を当てざれば、鐘が鳴るのか種目が鳴るのかとんとその音色がわからぬが道理じゃ。さて手前ここに取り出したる、これなるこの夏目、この中には一寸八分カラコゼンマイの人形が仕掛けてある。我が国に人形の細工師あまたありといえども、京都にては朱髄、大阪表にては武田縫之助、近江の大城藤原の阿尊、この人たちを入れて上手名人はござりませぬけれども、手前のはこれ近江の積もり細工じゃ。のんどには八枚の小ハゼを仕掛け、背中には銃と二枚の歯車が組み込んでございます。こんなところでごめんね。さていよいよ手前ここに取り出しましたるが、それその陣中香はガマの油だ。だがお立ち合い、ガマガマと一口に言っても、そこにもいるここにもいるというガマとは、ちとこれガマが違う。ああガマかい、あ我慢か。俺んちの縁の下や流し元にもゾロゾロいる。裏の竹やぶにだってガマならいくらでもいる。なんていう顔をしている方がおりますけれども、あれはガマとは言わない。ただのヒキガエル、イボガエル、オタマガエルかアマガエル、アオガエル。何の薬石効能がござりませんのけれども、手前のはこれ白くのガマだ。白くのガマだ。白く五六というのはどこで見分けるかというと、ほら。この足の指の数、前足の指が4本、後ろ足の指が6本、これを合わせまして、色面相は白くのガマだ。白くのガマ。また、このガマの取れるのが5月、8月、10月でござりまするから、1名これ、ご発想は白くのガマだ。白くのガマ。さて、しからば、この白くのガマの住むところ、一体いずこなりやというなれば、これよりはるか北の方、北は日立の国は筑波の郡、古事記万葉の古から歌で有名、筑波根の峰よりをつる皆の川、恋ぞ積もりて淵となりぬると、陽泉院の歌にもございます。